はい、えー、こんにちは。レトスのーノです。3月10日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。やる気がなくならない限り失敗はありえない、えー。哲学者であるエルバート・ハバードの言葉です。やる気っていうのは勉強において非常に重要な要素です。やらなければいけないけれども、やる気がないと勉強はできません。そんなとき何か対策を考えていますでしょうか。やる気を出させるスイッチは人によって異なります。私はやる気がないときは勉強しません。 これが一番の解決策になっています。こうすることによって逆にやばい、やらないとまずいなっていうふうに思うんですね。で、その結果やる気が出てきます。あなたにとってやる気スイッチは何かを探すことは非常に重要なことです。ぜひ探してみてください。そして個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなってしまいます。丸空きではなかなか卓球に合格するのは難しいです。実力がついていないな、理解できていないなっていう方はぜひ個別指導をご検討ください。 今から理解学習を実践できれば今年の試験には十分間に合います。ぜひご検討ください。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL を貼っときますのでそちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。A 所有の土地が A から B、B から善意無価値の C へと売り渡され移転登記もなされたが、A の錯誤が原因で AB 間の契約が取り消された。 この場合、A は登記なくして、全員無過質の C に対して、錯誤による取り消しを主張できる、丸かツかという問題です。考えたい方は動画を一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えはこれツですね。で、問題文の状況を図にするとこんな感じです。A が B に土地を売り渡して、B がこの土地を C に売り渡したと。 まあ、いう状況なんですね。で、C さんっていうのは A さんが勘違いをして売っちゃったよってことを善意無過失。つまり、何の落ち度もなく知らなかったということですね。無過失っていうのは落ち度がないということで、善意っていうのは知らないってことなんですねえ。何を知らないかっていうと、A が勘違いして売ったこと。つまり、A が、えー、作後に陥っているということを知らないってことですね。で、知らないし、 それに対して何の落ち度もないんだ。無過失なんだという状況です。で、この状況で A は C に対して取り消しできるかって言ってるんですけれども結論から言うと取り消しできないんですね。この錯誤による取り消しっていうのは全員無過失の第三者に対して対抗できないんですよ。今回 C さん全員無過失ですよね。つまり A さんは C に対して対抗できない。つまり A はこの土地返してっていうふうに C に 言えないんですね。つまり、もうこの土地っていうのはもう C さんのものなんだということになります。これは登記の有無は関係ありません。まあ、今回 C さん登記、えー、持ってるんですけども、C さん登記なかったとしても、登記があったとしても関係なく、全員無過失であれば保護されます。で今回の内容については、個別指導のテキストの P5、5ページですね、に記載しております。で昨日の動画の最後の成立要件、および例外ですね、 え、表示者に重化質があった場合でも取り消しができる。その場合については、テキストの4ページですね。こちらに表でもまとまって整理されていますので、必ず確認していただければと思います。で、問いにですね。えー、宅建業者の免許の有効期限は5年で、免許の更新の申請は有効期間の30日前までに行わなければならない、丸かツかという問題です。えー、答えは、ツですね。 この部分が誤りです。30日前までに行わなければならない。ここが誤りです。え、免許の有効期間5年。これは正しいです。ただ、免許の更新っていうのは、有効期間満了の日の90日前から30日前までに行わなければならないんですね。90日前から30日前までのこの間に行う必要があるんですよ。問題文の30日前までってなってくると、例えば、まあ、200日前とかでもいいことになるんですよ。それはダメですよね。 例えば4ヶ月前、これ120日前ぐらいですかね。これだと早すぎるから、これもダメですし、また、えー、有効期間満了の日の15日前。まあ、これだと遅すぎるんですよね。これでもダメだと。この間でやってくださいねって話です。で、えー、これだけ覚えるのは、まあ、非効率なんですよねで。個別指導では4つのポイントを、えー、お伝えしております。まあ、こういった部分ですね、関連ポイントを合わせて勉強すると。これが重要なので、まあ、こういった勉強をですね、ぜひ、えー、自ら行っていきましょう。 で、問い3ですね。A が所有する監視区域内の土地、え面積1万平米を B が購入する契約を締結した場合、A 及び B は事後届で行わなければならない。丸か罰かという問題です。え答えはツです。これ事後届でっていうのが誤りですね。まあ、正しくは事前届でですえ。監視区域っていうのは、 事後届けでではなくて、事前届けで。つまり契約する前に届けが必要なんですね。で、今回特別に合わせて、えー、覚えていただきたい部分をお伝えいたします。え、監視区域内において事前届けが必要となる面積。これは、都道府県の規則。これで定められます。この面積っていうのは、事後届けでよりも小さい数値で定められるんですね。例えば、事後届けでの場合、市外科区域内では、 2000平米以上でで届出が必要ですよね一方で事前届け出の場合っていうのは市街区域内では例えば100平米以上の取引で事前届け出が必要といった感じでこの2000平米よりもちっちゃな数字で定めますつまりより小さい面積での取引これも届け出の対象になってくるというわけなんですね なぜかというと、監視区域っていうのは、それ以外の区域、つまり、事後届での区域よりも、地下の高騰の可能性が高いんですね。なので、より注意深く監視が必要なんですよ。そのため、事後届での面積、まあ、2000平米よりも、小さい面積で定めて、届け出をするようにしています。で、さらに追加で頭に入れていただきたいポイントとしては、事後届での場合っていうのは、 買い主のみが届けで義務者でした。つまり、売り主っていうのは届けでしなくてもいいんですね。一方で、事前届けでの場合っていうのは、売り主と買い主、双方が届けで義務者となりますので、この点も合わせてえ頭に入れていただければと思います。そして、はじめにもお伝えをした通り、個別指導は今日の夜中の24時になると値上げとなります。丸暗記ではなかなか達見に合格するのは難しいので、今、現状で実力がついていないな、 理解できていないなっていい。ななう方は、ぜひ個別指導をご検討ください今から理解学習を実践できれば今年十分合格していただけます今年絶対合格したいという方は是非個別指導をご検討くださいあなたの事故をお待ちしておりますレトスの小野でした